Tokyo, Japan. It's now Yoshioka. He's been doing it for a while. ぶっちゃけていいですか、うん、すごい気持ちが重い緊張っていうかなんかあそう、はあ、おそっかそれが2020年さあ4月16日、うん、全部できなかったよ全部あでもあ全部同じところを回るんですよ。本来？そう。ビートステーション、バナナホール、キューブガーデン、ダブダブ X。いやなんか懐かしいな。プロモだけで来て、で公演が流れたから見たけどやってないんですよ。だってこんなんなかったもん。うん、なんか去年がやっぱ東京で過ごした私の2020年がやっぱりものすごく辛かったから自分の生きてる理由もわからなくなったし喉も壊したんですよ 3、4ヶ月ぐらいかな歌えなくてバランスが崩れちゃってで歌も今までみたいに歌えないし歌える場所もないしってなった時になんか何のために歌ってるのかもわからないし私の歌を誰が求めてるのかもわからないってなってで、あ、私多分本当にこのままじゃやばいなって徹底的に自分と向き合わざるを得ない時間だったからそこからじゃあ何を伝えたいと思ったらなんか一番下がるところまで下がったらなんか理想論を言いたくなったんですよなんかそれをもう一度バカにされてもいいから信じれる自分になりたいなって思えて私のゴール言っていい？もう失敗して笑ってでもとにかくなんかこう守りじゃなくて攻め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 私は楽しめたらいいのだからどんなミスしてもいいからなんかその瞬間全力で自分みんながいてくれたらもう私何も多分言うことないと思う。カザビンセンション。OK、Let's go。ツアーのタイトルがですね Rising After The Fall っていう言葉でそれが何度失敗しても、
何度失敗してもそこからまたリスタートして登っていける、そんなメッセージを込めました。まさに本当にこの言葉って今の私の気持ちをすごく表してるなと思っていて、私2018年にアメリカに拠点を移しまして、でアメリカでずっとチャレンジをしていました。で去年も、2月3月ぐらいにシングルをリリースして、これからシカゴでライブだとか、これからラジオ局で歌うんだとか、これからテレビだとか、こういろんな幸せな嬉しいことが、目の前にあった中、このパンデミックが始まって、去年はやっぱりこう未来が見えなくなったら人って、あ、自分が望んでた未来って訪れないのかなとか不安になったりとか、自分じゃ叶えられないんじゃないかって苦しくなったりとかってすると思うんですけど、でもこのツアーを私がしたのは、それでもやっぱり諦めたくなくて、それでもやっぱり自分がやりたいことを、自分の伝えたい思いを伝えたい形で伝えることが自分の目標だから、どれだけ難しくてもこれからもチャレンジしていこうと思っています。超良かった。これ4回できるんですよ。あと3回できるんですよ。神？おお、楽勝。めちゃくちゃやるけど大丈夫？Nobody but you, 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 you.
の人生が外れても大丈夫なのかなってちょっと思ったんですよね、ここら辺で。めっちゃ綺麗じゃん。